はい、皆さんこんにちは、ワンダリングフィッシュです。今回プレイしていくのはですね、信長の野望創造のパワーアップギット版 PS4、 こちらの仮想シナリオ信玄上洛をプレイしていきたいと思います。前回までにですね、信長と開戦しています。で、それに対して信長は反武田連合を上杉謙信と共に組んで対抗してきているという状況です。さらに武田信玄はですね、すでに徳川を飲み込んで徳川家康はじめ優秀な徳川の武将たちを配下に組み入れているという状況ですね。今回はですね、さらに信長の領地を侵食していきましょう。現状はですね、浅井朝倉連合軍も織田に対して攻勢をかけているところですので、これに乗じていきたいと思います。まずこの観音寺城は絶対こっちで落としたいので、観音寺城までの道筋としてですね、この大垣城は何としても我ら武田の武将が落とす必要があります。騎乗する、なせばなる。岐阜城耐久1万あるんですけど、ここはちょっとね、落とすの難しそうなんで、先に沢山城を攻めてですね、岐阜城を孤立無援化させましょう。かしこまりました。浅井桜連合軍がいます。沢山城を攻めしてますから、それに加勢する形ですね。うまくいけば横取りすると。我が戦お見せしましょう。戦場へ参る。ただ信長の部隊がちょっと押されて、いざ参ろう。どうかな、沢山城は持たなそうだな。となると持たない沢山城をどうこうするよりかは、この亀山城攻めに攻撃を変えた方がいいかもしれないですね。亀山城攻めに標的を変更しましょう。戦場へ参る。止まれ。肝心の大垣城は表情を始めましょう。先月の朝倉に抑えられてしまったので、これ以上は絶対に取られたくないという部分ありますからね。まずこの観音寺城は絶対こっちで抑えましょう。これは将来居城になる、安土城が立つ場所ですからね。なさねばならぬ。我が戦お見せしましょう。出るぞ。必ずや勝つ。腕が鳴るぜ。岐阜城攻めは信門の部隊に任せましょう。出陣します。足利将軍家、足利義昭から結構幕府の役職が与えられますね。わしがやろう。お、凶作になったか。もう行鷹が死んだか。真田行鷹、ご命令くだされ。報告いたします。そしたらですね、回戦を仕掛けていきたいと思うんですが、十分な兵力があるかどうかですね。お、信長本体が来てるな。ここはもう回戦しましょう。信長と信玄の激突、これは見ものですね、本当に。ただその前にこっちの方で先に回戦した方がいいの。いや、まだ回戦できないのか。これはもう夢にまで見た決戦ですよね。信玄 VS 信長。信長の本体が2000、一方信玄も2000と、数でいうと本体の数は同じですけど、こっちにはね、家康もついてますからね。家康が2500、
さらに高坂が700というところですね。ここはもう力攻めで正面切って攻めていきましょう。いくら信長強しといえども正面から行ってまずい。ただ三番のガモを自作隊が援軍できたか。では乱戦を仕掛けに行った方がいいですね。で大阪がガモ宇治里の抑えに回りましょう。さあ決着をつけましょう。行きましょう。突撃を仕掛けましょう。武田に勝てると思っておるのか。敵に背を見せることこそ我らが誇り。強いなさすがに。さすがに強い。家康をもってしても抑えられないか。ただなんとか抑え込みましたね信長は。ただガモ宇治里が援軍できてるんですけど、これが千万年間高坂を抑えに置いといた部隊が崩されているので、ここで信玄が乱戦強化をして一気に宇治里を走らせます。これで何度か観音寺城の敵部隊を一掃しましたね。ただ耐久が9000あるのか厳しいな。さらに堀秀政の部隊が援軍できてる、これは厳しい。というわけでどうしようかな。出陣できるか。できないか。となると今手持ちの部隊から人を出すしかないですね。森高政出陣します。ちょっとでも部隊が欲しい。出陣するぞ。今軍勢がどうしても欲しいですね。数は少なくてもいいんで、とにかく出るとするか。ちょっとでも多く部隊が欲しい。もうでも出せるのがあんまりないか。出陣します。これでかき集めても1万ないでしょうきっと。ここは貴様らの地獄よ敵将。お化けした我が軍団に敵はおらぬ。強攻めをするしかないですね。力攻めしてなんとか耐久をちょっとでも減らしていくしかない。逃げられませぬ。出るとするか。よし、これで上場を始めます。報告いたします。この名古屋城とか武将が誰も入っていないところに人を入れていきましょう。他はどっかあるかな、人が入ってないところ。ああこの敵を上杉から奪ったところが人が入ってないですね。なのでここにもついでに人を入れていきましょう。だんだん軍団の再編成もしたいんですが、今はとにかくこの観音寺城攻めに手一杯なので、まずここをね、目処つけちゃいましょう。武田城が落ちたか。敵将捕らえたり。我が領内に敵が迫っております。我に受けぬ敵なし。亀山城が落ちた。
敵将捕らえたり。信忠が何こっちに作ってんの。信忠がこっちについちゃダメだろう。信忠も信長の息子たちがこっちに寝返っちゃダメですよ、まだ。というわけなので、表情はもう家臣に委任しちゃいましょう。加勢いたします。出陣します。出陣するぞ。力攻めでもう落としましょう、この観音寺城。人なき城、もろき者よ、出るぞ。敵に囲まれたが、ここが我が王の城、包囲されました。なるほどね。謙信が出張ってきてるのか。ちょっとあそこは失敢する可能性が高いですね。敵将捕獲しました。そしたら部隊を一度返しましょう。信玄は入城させて、他の部隊は毛利高政はまだ攻められそうですね。であれば長野城の攻略に向かいましょう。かしこまりました。で、内藤、武田四天王内藤もその城攻めに加わります。こんなところでいいですかね。はっ、騎乗する。この戦、我らの勝ちだ。さあ、そしたらですね、ここでちょっと軍団を一度再編成しましょう。一回軍牛表情を飛ばしてしまったので、次のターンですね。お味方が捕らえられました。出陣します。出陣します。逃げたければ逃げなさい。力を合わせ戦い抜くのだ。ここか、乙葉城を先に攻略するべきだったな。まあ、ちょっと今更感がありますけど。さあ、ここでようやく表彰を開けるので、軍団を一度再編成しましょう。で、かなり領土が広がってますんで、まずですね、本拠地を最前線観音寺城に変えましょう。で、軍団はこの観音寺城近辺は信玄の直轄にするにせよ、この犬山城より西側、東側にある部隊は軍団化しましょう。この辺りまでですかね。お、第一軍団、これは高坂正信に任せます。で、さらに対上杉の最前線になる北国方面はかなり重要な拠点になりますので、誰に任せるかですね。光秀か、悪くないな。光秀に任せましょう。で、北条を、まあ同盟結んでますけどね、監視部隊ということで、この3つの城をつけた合計4つの軍団を誰に任せるか。勝頼かな。勝頼に任せましょう。で、駿河、ここもそのうち北条とね一戦交えることになると思いますんで、対北条ということで、ここも軍団化しておきましょう。ここは誰に任せるか。まあ、信豊かな。で、入っていないのがここか。これをどっか、犬以上か、これをどっかの軍団に入れなきゃいけないですね。
れで全部収まったかな。いいですね。はい。で、各軍団の攻略目標を決めていきましょう。まずは高坂は俄然信長です。対信長で、明智はもちろん上杉で、勝頼はどうしようかな。まあ佐野家、佐野を攻めてもらいますか。で、こいつも攻略にかかりましょう。結城を攻めてもらいましょう。こんなところでいいですかね。で、あとは配属ですね。武将がいないところが城がいくつかあると思いますので、ここに優秀な武将が欲しいと言ってもろくな武将がいないですね。長篠に誰かいるか。あ、正幸がいるな。真田正幸を観音寺城に移しましょう。長篠城からで、さらに亀山城にも人が入っていないので、まあ、亀山城もできればね、優秀な武将を入れておきたいんですけど、まあ岡崎城から何人か入れるしかないですね。あんまりね、優秀な武将いないんですけど。さあ、これでいいですか。で、信玄がどこにいるかっていうとこだな。信玄を観音寺城に入れたいので、手柄を立てよ。織田をだいぶ侵食してるな。捕獲した。止まれ。ご命令ください。そしたら信玄を入城させて、今ここ長野城が激戦になってるんだな。半兵衛がいるのか。敵の部隊の数は多くないですけど、ここはもう回線を仕掛けて一気に待機を減らしたいところですけどね。飯山城に総勢7900の攻め手か。この数は大きいな。7900は支えきれなそうな感じがするな。いざ参ろう。我らに打てぬ敵はありません。勝家、利家、この辺りがこちらになびいてきましたね。今度信忠はさっきはこっちの軍門に下る感じでしたけど、今回は軍門に下らないですね。出るぞ。必ずや勝つ。敵将仕留めた。できればこの浅井や桜、この辺りとも手切れにしたいな。もう残り22ヶ月あるって言ってるけど、足利将軍家も追放したい。戻ります。で、観音寺城は修復もしないといけないんで、やっぱりちょっと武将の数を増やしますか。ご命令ください。配属で移動で、まずこの音羽城に誰も人が入っていないので、駿府にだいぶ人が増え入ってた感じしましたよね、さっきだと。あ、そうでもないんだ。
移動先が観音寺に、山形正景を駿府に置いとくのはちょっともったいないんで、観音寺に、観音寺かな、ここにもうちょっと 武将の数を増やしましょう。となるとやっぱ岡崎城なんだよな、あんまり優秀な武将、ああでも岡崎城もだいぶ人が減ってるな。となると武将の数がだいぶ減ってる。岐阜城にめっちゃいるから岐阜城から出しますか。利家も呼び寄せましょう。うん、こんなとこでいいですね。で、観音寺城は改修の前に修復しないと。で、さらに、改修はできないんだ。まあじゃあこれでいいでしょう。で、あとは上杉がな、思ったより強いな。やっぱり姉小路を滅ぼしておきたいけど、朝倉浅井がかなり勢力でっかくなってきてるんで、この辺りもね牽制しときたいんですが、まずはそうは言ってもやっぱり信長ですね。森高政騎乗させるのをやめて、一度亀山城で兵を休めたら長野城攻めに入ってもらいましょう。承知いたしました。伊賀上野城に攻め込めるかな。出陣するぞ。捕獲した。表情を始めましょう。我らに撃てぬ敵はありません。我が戦お見せしましょう。加勢します。出陣する。逃げるなら今のうちだぞ。敵将捕らえたり囲め。加勢いたします。もっともっとこのまま信長の領地を侵食していきましょう。出陣します。出るとするか。三河武士の魂決して砕けぬ。そして伊賀上野城も落としたので、長野城が落ちるのも時間の問題でしょう。となると、軍事を開いて次どこにするか。筒井城か。もう信長の城はほとんど残ってないな。であればこの勢いのまま一気に信長を滅ぼしましょう。お任せください。我が道を開けよ。長野城も落としたので残るはこの筒井城だけだな。信長かしこまりました。桐山御所が落ちるのは時間の問題ですからね。我が軍団に敵はおらぬ。出陣します。これも乱世の定め。お助けいたします。お、先に筒井城が落ちて桐山御所が後か。ただこれで信長を滅ぼしましたね。あっさり滅ぼしたな。で、雇っていきましょう。滅ぼした武将は桐山城に6500人いるか。
で当面の敵がいなくなったとはいえ、ですよ、今度は浅井朝倉が鬱陶しくなってきたんで、浅井朝倉と開戦したいですね。というわけでまずは各武将を一旦城に返してですね、そっから浅井朝倉攻めに取り掛かっていきましょう。戻ります。騎乗いたす。騎乗するぞ。信長一家はさすがに許せないですね。斬首の刑に処しましょう。小川これでだいぶ武将が補充できました。ご命令くだされ。各軍団への攻略目標を変更していかなきゃいけないですね。その前にまず手切れにしなきゃいけない。外交で交渉、浅井と手切れにできないんだ。 100% あると無理と。なるほどね。そうなると本願寺とも婚姻なんかしたくないな。ただそうなるとどうなんだろう、浅井朝倉とはもう敵対しないで 身内になっといた方がいいのかな。なんかそんな感じがしますよね。いやー、おじいちゃんおばちゃんばっかだな。これここには嫁がせられないよ。朝倉義景か。まあ朝倉義景にじゃあ嫁がせますかね。姉小路には従属を申し入れてみましょう。筒井も従属。従属。まあこんなとこですかね。他従属してくれそうな家はないですもんね。よし、この結果をちょっと見てみましょう。浅井朝倉とはもう手切れにしないと決めたんで。敵が我が領内に向かっております。よし、だいぶ武将が、武将がというか大名家がこちらに従属してくれましたね。報告いたします。ちょっと今最新の勢力図見ておきますか。まずは何といっても、武田大連合ですね、大勢力。で上杉も強いけど、本気で潰しにかかったら上杉は潰せますね。やっぱ毛利だよな。あとは三好、この辺りも結構勢力が張ってますね。今敵対している近くの勢力っていうとどうなんだろう、佐野ぐらいしかいないのか。二条五所を将来的に傘下に収めたいんで、総武事例を出してクリアにしたいんで、そう考えると足利将軍家とは同盟が残り2ヶ月で切れるので、この2ヶ月が過ぎたら足利に宣戦布告してもいいですけど、その前にもうちょっと上杉を侵食しといた方がいいかな。
というわけで当面の攻略目標を上杉に変えます。で、武将がいないところには武将を派遣していきましょう。桐山御所に3人入れて、上野城にも人を入れていきましょう。これでいいですね。優秀すぎる信長の家臣たちがこぞって信玄の家臣になってくれるの大変ありがたい。我が大野城包囲されました。お味方が捕縛されました。上杉がやっぱ攻勢をかけてきてるな。表情を始めます。先月の終始です。となるとやっぱりどう考えても上杉潰しといた方がいいですね。まずは軍団に攻略目標を上杉に変えましょう。で、早速出陣します。と思ったら出陣できる城がないって言われた。個別に出陣させるしかないですね。そうなると目標は福光城にしましょう。信玄も出ます。今めっちゃ武将いたな。28いるな。清洲城にこの清洲城にいる28は有効に使わないともったいない。さあこれでいいかな。で、各軍団にも同時に進行させて、従属させてる連中にも攻撃を仕掛けていってもらいましょう。あ、軍団の方はちゃんと進行してますね。表情を始めましょう。先月の終始です。報告いたします。敵将捕らえました。戦場へ参る。出陣するぞ。命令くだされ。先月の終始です。かかれ。加勢いたします。本気になれば上杉ならたやすい。お助けいたします。我が戦お見せしましょう。敵将捕縛した。我が戦お見せしましょう。助け立ちいたしますぞ。敵将捕縛した。我に打てぬ敵なし。そしたらこのままの勢いで滝川和正の部隊は魚津城攻めに入ってもらいましょう。承知いたしました。信玄も富山城に向かいます。村上義明は謙信じゃない信玄に従う。三河武士の魂決して砕けぬ。もうちょっと進行して富山城あたりまで落としたら一旦終わりにしたいと思います。もう少しお付き合いください。
貴様らの地獄よ。敵将捕らえたり。我が軍団に敵はおらぬ。逃げ場などありはせぬ。いや信玄強いな。やっぱお富山城落としたか。早いですね。捕らえたり。はい、というわけでですね、今回は、ついに信長を打ち滅ぼして、今度はその矛先を上杉謙信へと向けたというところで、ちょっと長くなってしまったので終わりにしたいと思います。次回も引き続き対上杉戦線をお届けしていきます。